ちょっと絶対しまし、ちょうどあのお店も59年の創業なんですよ。そうなんですか。本当にすごい。そうなのでちょうど40年です。お誕生日来たら40歳です。そうですそうです。あのなので、あのいやそれであの気持ちとか感覚的には若いつもりでいるんですけど、やつら目とかももう今日はですね、昨日の夜から膝が痛くなって、でしかもいやあのね時々はあったけど、うあの寝返り打つたびに痛って目が覚めるような痛さなんですよ。だから初めてこんなこと。やっぱ膝に来るんですよ。あのね、私たちみたいなほら要するに家の中にじっとしとかないで、要するに外に出歩けないでしょ。事務作業が多い。そうそう、で気がついたらほら夢中になっとったらずっと座りっぱなしみたいになるでしょ。で心がけてその歩くようにはしてるけど、まあやっぱりで出かけるって言ったら全部車ばっかりでしょ。ただねやっぱり、ね、歩かんかったらね筋肉が弱ると、それで、それでもあの筋肉を周りをつけるしかないっちゃけど、でそれでいろいろするっちゃけど、プールの夜、あの 夜ね、プール歩きとかを頑張りよったけど、なんかいろいろ行事があって行けなかったんですよ。だから、はい、久しぶり痛んのね、じゃあちょっと今日は少し痩せないかねと思って昨日いろいろしよったら、あのなんかそれでも痛みが取れんけ、ああ今回のはやっぱちょっとあれやなと思ったら、まあ夜寝返り打つまでね、時まで痛いのは初めてだけど、あやっぱもう年取ったじゃねーと思って。冬夜犬っていうのもあるんですかね、うん、そうね、あんだけ要するにそれであの傷んでうんぬんとか ね、だけどもとにかくなんかそのそこのほら軟骨成分みたいなのがなんかだんだんヒアルロン酸みたいなのが減っていくね、で筋周りの筋肉で結局その補うしかない、だけどやっぱこうちゃんとねあの痛くない時にあのストレッチ、あのあれね、スクワットとかね押してやっぱ筋肉、だけどお肌とかめっちゃ綺麗だから、これはね、これはね前朝とその夜ちゃんとあの泡を立てたあのあれで、やっぱちゃんと洗顔するで取って、あの基礎化粧のあれをちゃんとする、だけど今なんかローションパックみたいなのあるじゃないですか、あれをだけもうこんな乾燥した時はあの夜もするし朝もする、朝も、うん、だけど髪とかを整えよう時に、あなるほど、うん、だけどもうそしたらそのままあれです、そしてまたいつもの自分の一通りのあれとするけど、ほらもうとにかくあの保湿だけど、ちゃんと汚れを取って、でなんか一時期ね、あの 朝はそんなにこうほらあの何拭き取りの化粧ぐらいでせんでいいっていうなんか美容法が出て、そうかなと思って、取りすぎちゃいけないんだみたいなことで、はい、そうかなと思ったら、この間この頃なんとかの取説とかって科学的にちゃんと落とし込んでしてくれるのがあるでしょ。ただねやっぱりあのなんかな、ちゃんと朝あのお湯だけとかあの、ね、あのちゃんと洗顔料を使わないで落としてない子がニキビがやっぱ多いんだって。だからやっぱね、夜寝とう間にかなりほらあの出とうけん、やっぱりだから朝とその夜の、うんうん、きちんとした洗顔、しかもあの熱すぎないお湯で、うん、であのこうなんか擦らないというかね、もうこうね、だけどなんか日頃の手入れをきちんとしとけばあれ違う、いやでもね、それでもね膝にきとうけん、やっぱもうおばあちゃんなりよっちゃねえと思って。いや、なので、まあ、ちゃんと卵を立てないといけないです。あ、そうそう、だけどちゃんと食べるものを食べて、運動するものを運動して、だけどほら昨日の私みたいに睡眠がね、あの当たっていうところをよーっと寝て眠れない、睡眠障害になっていくじゃんね。だから睡眠ホルモンと呼ばれるものが低下していくんだって、年取ったら。いや、私あのほら生理痛でどのことかで生理休暇とかまで取らないかんほども、寝込んどかないかんほどの生理は重たくなかったんやけど、ほらやっぱ女性ってほら閉経前後というか、あのちょっと更年期障害とかそのぐらいのところ、なんとなくこうなんかだるくてね、でこんな雨とか降ったりとかするとまたこうねあったとって、やっとそれを少し脱出できたかなと思ったら、今度はもうあのこんななんかね、うん、そうやっぱね一生度限界ある、ね、いやなるほど、いやだけどね、年齢の多い人がねちゃんと笑顔でしっかり頑張りましょうのは相当頑張りましょう、若い頃には分からんね、そうそれが当たり前みたいなね、だけどあのやっぱ若いあのね今ほらなんか年齢が多い人をさ、なんかほら、なんか何年寄りが多くなって、なんか年金問題じゃなんとかかんとかとか言ったらさ、あんまりこうほら年齢の多い人を尊ばない感じになってきようやな、はいはい、ね、やっぱあれいかんなと思って、自分たちが存在にしよったら自分たちも存在にされるやろうねと思って、いずれですね、通る道でですね、うん、でそうでそれでほら今もやっぱり文明の利器であんなにほらスマートフォンとかなんかをサクサク使えないじゃない、でそれでほら便利が悪いとかなんかとか思うかもしれないけど、でも自分たちが
60後半ぐらいから70ぐらいにかけて急にねスマートフォンでサクサクやれって言われたら今ギリギリなんとかなりようけどね、あの難しいよね。そう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 。だけどあのなんかちょっとね年齢の人にあの冷たい形をした人がおったらね、あのいやいや自分たちだってそうなるけんね、うん、自分たちがそんなことしとったら自分たちが年齢がいった時そうされるよって言ってからね。そうそう。だけどやっぱりあのね、あの少し年齢がいってからはこんな大きな文明の力の大変革が起こった時にね、そんなにすぐね対応できるかったら若いけん対応できるし、もう若い時から習いようけんね、うん、でも今度は逆にさ、もうネットでこうするけん、あのほら直接喋る、ほら電話でうんぬんとかいうのがみんなないやない、はいはい、なんか上手に喋れる人が減りようとね、今度は、うん、そうですね、言葉がですね、そう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 、だけどその文章を書いてどうのこうのとかいうのは そのね、それでこうコミュニケーション取るわけで、私たちもああなった時に、ああんなにねこうほら電話でしよったことって、電話であの話し言葉と書く言葉ってちょっと違うじゃないですか、まあ、こんなに狭い、やっぱりねきちんとした言葉だけ、どの道ね、土言行ってもね、自分の国のちゃんとした日本語をきちんと勉強しとかんと、翻訳してもらうにしたって翻訳機でポッと翻訳って言って、はい、変な言葉やったらなかなかならんもんね。そうですね、うん、だからやっぱ国語はついて回りますね、うん、書くのもね、そう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 、だから読解力とかね、うん、それをほら今変換できるって言ったって日本語が訳理解できない、分からんし ね、そうですね、だからあれはついて回るし、あとは直接話せること、はいはい、うん、これがだんだんもう若い人の場合できんようになるよけんね、うん、けそれはねちょっとね思うけど、まあそれか私は今日は膝が痛くてよくでもうばこんなまさか僕おばあちゃんみたいな会話をするようになると思う、もう自分でというので、これはいつも1万円でしてる分ですかね。そうです。はい、いやいや全然そんな、もうあの私は体重が30キロ増えてからもう本当に落ちなくて、あそう、はい、でもそう、それこそ親戚のおっしゃに、うんうん、選手お前ほんといい加減痩せんと、あでもそれこそ膝に来るぜって言われて、うん、いやでも私ねそんなに太ってないとよ、はいはいはい、それでも膝に来てる、いや、いやだから相当くる率高いよね、重力とかですね、うん、だけ今逆に言えばあの栄養は行き届いとうけん、うん、逆にね今度はね食が細い人はね、あので高血圧になっとんしゃう人っていうのは逆にあんまり食べんしゃれんもんやけ、ほらだって血液あの血管から中から全部あれタンパク質取らないからね、はいはいはい、取れてないけんね、要するに血管の中が舗装されてない道路みたいになるわけよ、ガタガタってことは血圧が高くなると。なるほど。そうだけちゃんと食べれるってこと大事っちゃけど、その食べ過ぎんようにするっていうのにね、あのね一つあの私も実はあの生まれてから大きく生まれて1ヶ月で倍の体重になったったい、でなんでかって言ったら母が直接こうあの母乳を出すのがちょっとしにくいそのあれやったもんやけん、要は搾乳器でこう取ってそのあれとかやったらね、ほら哺乳瓶のあれってあの要は吸いやすいわけよ、はいはい、ほら普通はねあの吸い落ちに疲れて寝るけんあんまり取れんちゃけど、あの要はあのなんかなそれで搾乳器で飲むあれともしともあのあれあの、うん、だけ哺乳瓶で飲むけ、それのがどんどん入るわけ、だから足りんっていうけ仕方ないけん、ほら泣くけんね、粉ミルクでねもう代用してるとかね、はいはい、もちろん母乳と粉ミルク併用やけど、だから要は飲みやすいけんほらどんどん飲むけん、はいはい、生まれてもう1ヶ月で倍の体重になったわけよ、でこのように生まれてすぐ体が大きくなるようしょって糖尿病になりやすいわけだ。え嘘、うち今末っ子が2600で生まれたのにもう、1ヶ月で4000、2000増えたんですね。あ、うんうん、それでね、もうね、すぐじゃあ離乳食始めてくださいって言われて、私2ヶ月後には離乳食やったっちゃうけど、そう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 、でそれで要するにものすごくもうあの中学校の前あの1年まではほら平均あのほら、はいはい、平均大体身長いくつですので、大体2学年上やったもんね、あの体の大きさがね、でだけどもうこの子どのぐらい大きくなるちゃろうかって言われよったっちゃけど、足が結局 23.5 やもんやけん、もう小学校の時から中学の間にもう3センチぐらいしか伸びんかったの、だけどもう小学校の時にねほらフォークダンスとかしたら男の子が私より背が高い人一人もおらんかったもん、うん、っていうぐらい背が高かったったよね、だけどもうどんな大きくなるちゃろうかって言われたら163で済んどっちゃうけど、だけど私体重60キロぐらいしかないよ、うん、だけどやっぱりね身長から100引いてその中に収まっとくっていうのがまず一つ基本、
うん、だけあの別に美容体重である必要はないわけよ。うん、だけ例えばその158センチが160センチとすれば、やっぱ60キロよりもオーバーになった分は、あ、少し減らさないかんってね。で、急激に減らしたらいかん。あ、うん、で、どうやって減らすかっていうと、結局まあ足し算と引き算なわけやない。で、要はお腹がやっぱ満たされんかったら後からリバウンドするやない、ね、なので、あのね、要するに朝とお昼をなるべく多めに食べると。で、全体で例えば100とすれば、はい、うん、で夜どっかり食べないってしたらいいとよ、それだけでも違うよ。本当ですか。うん、だけ夜どっかり食べてそのままお腹いっぱいのまま寝るみたいな感じじゃなくって、夜はその例えば私みたいに夜プールに歩きに行くやない、うん、ってことは夕方の7時から8時ぐらいの間に軽く食事するっちゃうけど、この時に後からあの要するに歩きに行くっていうので、ほら、そんなお腹いっぱいになっとったらどっかりして動かれないんじゃない、ね、だけちょうどなんかあの朝ごはんに食べるぐらいの量をあの要はあの夜に持ってきたわけで、必ずタンパク質を取ること。でタンパク質ってどれかいなっていうのがパッと頭に浮かばないかんよ。もう鶏肉とかそのぐらいしか思いつかない。 あと豆腐、あ、豆腐、豆腐とか納豆とか、とかまあ卵とか、うん、でアレルギーがないのであれば、それでもしお肉を取るにしても赤身のお肉、うん、あの要するにサシのいっぱい入ってるんじゃなくて、うんうんうん、だけ赤身のお肉をどうやって美味しく取ろうかなとか、うん、でそのささみって言ったらもう極端なあれなわけよ、うんうん、で鶏肉で別に構わんちゃけど、そのなんかその量よね、うん、でその時に例えばほらこんにゃくを足したり、あれね、こんにゃくだけでゼロカロリーやけ、うん、こんにゃくやろ、それからあの椎茸類とかあのキモあのあれのあのキノコ類、うん、この辺もあの食物性でタンパク質、あ、繊維はたくさん含まれとってカロリーゼロやもん、うん、とかそんな感じでね、その豆製品とかあとその豆腐とかなんかとかの料理を上手に、ほら白和えとかね、はいはい、うん、そうっていうので、塩分はね、あの塩化ナトリウムっていうあのほらあのもう本当科学的には生産された塩は取ったらいかんちゃうけど、逆にあのほら塩田とかですから天然塩、はいはい、あれは本当は取った方がいいわけよ、体温めてくれるけん代謝も良くなるけんね、うん、そう、だけどその何グラムって書いちゃうのはやっぱちょっと気をつけととか言っちゃうけど、お味噌汁とかも逆に取った方がいいと、うん、っていうのでね、あのよくほら孫は優しいって聞いたことある？孫は優しい、孫は優しいってね、はい、うん、っていうのがあって、ま、これはね豆のこと、これはごまのこと、ね、ははで和っていうのはわかめとかいうその海藻類とかなんかね、これは野菜ね、ね、で、さはないとかね、しはしいたけとかの、しいたけだけきのこの、あのきのこ類のことね、で、いは芋、うん、っていうので、さは魚だね、っていうので、孫は優しいってこんなのを取り寄ったら、あのそれもらって帰ろう、うん、だけ、はい、そうそう、だけ豆っていうのもそれ大豆食品がなんかきな粉からなんから取ったらこうだらよ、うん、なるほど、そうそうそう、でだけその連想でさ、だけ海藻類とかね、うん、ちょっと頑張ります。いや、もう親からもう、うん、この前出産したから、うん、そのこれが最後だよって、あの痩せれる、うん、そのね、痩せやすい時期で、うんうん、あ、そうそう、そう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 、若い時はね、あの実は痩せれるったね、で私たちぐらいの時くらいからね、あの本当に気をつけとかんと本当に太りやすくなってね、そうそうそう、でこんなに別にほらちゃんと塩飲んでもいい、あの膝痛くなるわけよ、うんうん、いや、そう、本当にもう体を合わせて、そう、家族の中でも私しかこの太ってるのが、あ、で、うん、家計でも、あ、いや、でもね、それはね、多分ね、あれよ、あのなんか生まれてすぐにやっぱりちょっとこう、あの だけどね、胃腸が強くって、そのなんかな、なんかあの悪い面ばっかりじゃないとよ、うん、うんうんうん、だけそのあとは本当にあの食べるのを我慢するとかじゃなくて、そのお箸を置いたらすぐもう片付けにかかるみたいなね、あ、うん、そうですね、そう、お酒飲んだりすると私だらだらだらして、それでしょ。だけどね、もうそのね、お酒って実はね、あの一番体に悪いっていうか、世の中で合法的やけど一応認められね、だってそれ別にお酒飲んで捕まることはないやない、ね、だけどあの禁酒法っていうのがアメリカにあったぐらいやけどね、昔お酒を飲んじゃいけないって、うん、何でかって言ったらあのマフィアのね、私有入源やったもんやけど、そこを抑えたくってね、でも結局ね、あの飲食店なんかお酒が入らないので利益はそれぐらいのね、なんかそんなこと言ったりするけど、とにかくね、あのお酒はね、飲みすぎたら歯にもくるけん、あ、うん、そう、歯が浮くみたいな、歯が痛くなったりする、はいはいはい、うん、薄いたりですね、そう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 、
そうで今ちょうどあのもう妊娠の時からあの禁酒をしててそのままで今これ出るのであちょっとこれでもうめっちゃ飲んでるタイプなので飲むタイプなのです、ね、これでちょっと一旦お酒からちょっと離れて、うん、体をちょっと良くしていかないと、ねね、でそれでその例えばほらこれぐらいの時間に飲むそのコーヒーとかやったらブラックで飲む分はあの脂肪を燃やしてくれるって言われて今から運動するっていう時にはコーヒー飲んどくとだからだから今から入浴するっていう時でさえ燃えやすい体になるって、うん、そしてその塩分を多くしたくなかったら例えばあのほらあの一味唐辛子とかはちょっとあのバカみたいに入れるじゃないよそれでほら味がしっかりつくじゃないあんなのでやっぱ体が燃え体カプサイシンで体を燃やしやすい体にしてくれるけんねんでそんなの上手に入れながらあとはやっぱりあの深い睡眠取るためにはもう夕方から以降はそのノンカフェインなあの自分が好きそうなハーブティーみたいなのとかこうもう なんか安いのでいいとよそのなんか原皮茶みたいなのが売りようもん、うんうん、あの薬局とかに、うん、そしたらもう普通にそれであったあのとにかくね体を冷やしたら脂肪を溜めやすくなるけんね体を冷やさないということとそのやっぱそうい こうバランスのいい食事を、はい、あのでいてね小さくなっていくっちゃん、うんうんうん、あのどっかで食べたらやっぱりこう体で、うん、あのねお酒で飲みながらどうしても食欲増すよねだけど夜の過ごし方を今きちんとしようとやったら、まあ、それだけそこでとそのだから気持ちよかった時の印象が残っとっちゃうねそうですねでね楽しくなっちゃうんで、はいはい、そうですねだけど、まあ、それをその、まあ、1ヶ月に一遍もしくはその10日に一遍ぐらいにしとくとかね2週間に一遍とかでもう絶対しませんじゃなくてね、はいはいうん、今ノンアルもですね充実してるから で、ね、あでもねそのノンアルってカロリー高いっちゃうよね、そうなんだ糖分が多いからそうよだけどあれノンアルはあのカロリーはそのあアルコールはその入ってないって言っても 0.0 何パーセント入っとうけど、うんうん、あれカロリーはどうかしたら変わらんけんいやちょっとそれも気をつけそうそうよだけど炭酸水を飲むんやったなるほどそうですね、うん、シュワシュワでなんとなくなんかこうビールっぽい感じがするのやったわかりますうんだけどあのなんていうか用語とねの今口に入れようものがの栄養の栄養素をやっぱりちょっと確認した方がいいそうですねうんいっぺん、うん、そでそのそれでその孫は優しいというのはもう昔から言われるやつ、はいはいはいうん、ただね今度は大豆が遺伝子組み換えがどうたらこうたとかも言い出したらもう信じるしかない、うんうんね、遺伝子組み換えのものを使っていませんって書いちゃうやないもう信じるしかないよね、うんうん、だけ私がしようのはそのあの大豆イソフラボンというのがあの特に私たちみたいにも閉経した後の分に、うん、あの人にとってはあの女性ホルモンのなんかこう代わりになるよう な成分を持っておとけない、うん、だけ牛乳で使いよったものをあの豆乳に置き換えるっていうことをしよったよね、うん、だけ例えばそのなんかスープ作るにしてもそのポタージュみたいなの作るにしても、うん、そのなんかシチューみたいなの作るにしても牛乳じゃなくてその豆乳にする、うん、だけ牛乳で慣れとう人はなんかあっさりしとうけどもうそのあっさりになれたらねで今度は出汁を効かせたらいいけどそうそうっていうような生活はしようけどいやでもそれでもねピザにいいですか、ね、来とうけもうあー来たーと思ってからねいやなのであの なんかあれだよねあの、うん、そうそうだけ気をつけとった方がいい、はいうん、あの結局糖尿病になりやすいってことはとかだそういうふうになりやすくなところが太っとうだけじゃなくて高血圧糖尿病とかになりやすいってことは脳、うん、の結局あれにもなあのほら認知症ってさ脳、うん、の糖尿病やけはい、うん、そうだけどほらノンカロリーノンアルコールって言っても糖を取りようけんさそこら辺の根本からさいや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 みたいなことがあるけどそうだけどカロリーばっかり気にするじゃなくて、うん、実は体を動かすためにはカロリーは必要で、うん、そうあの 変な糖を抑えない感じじゃんだけど思ったよりとあのねあとね私たちって結構ほら昔だったらあのおごちそうってすき焼きやったりしたもんね、うん、とかあとは何やろ煮魚とかにもほら料理ってさ結構砂糖入れるやない あの砂糖はなるべく入れんがいいもんねだけどせめて入れるならみりんまであ、うん、っていうな感じで、うん、あのだってご飯にも糖が含まれてるとほらご飯よく食べるとほらあの甘いあれがあるやない あの甘さで慣れるみたいなねだよく噛むってすれば、うん、砂糖はあんまり入れなくていい食事みたいなに心だけど本当あれやけんノンアルは砂糖やけん気をつけます
そうだけもうあれ飲むぐらいなら本当も炭酸水の方がいいけど、ね、うん、だけどどうしてもほら車で行っとって乾杯とかなんかとかせないかん時に、うんうん、あのまあ一杯はさその何あのあこれなんかほらいきなりあの炭酸水とか言いにくいなとか言うでも私もそれでも炭酸水くださいって言うもんね。ああ、うんうん、なるほど、うん、そうこれもちょっと気をつけて炭酸水持ってない飲食店とかないけないですよ、ね、だってこれ割るためにあるけどさ、うんうん、どうけん、そう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 、そんな風にしてなんかちょっと時用と一個ずつ考えたらさほらたったちょっとの1回の食事にたった 100カロリーかもしれんけど全部全体で見たら ね、 そうですね1ヶ月で見たらね体重の1キロに当たるかもしれない、ね、そうですね。だから月に1キロも落とさんでいいよ。そのほら半年で3キロぐらい落とすのってそんな難しくないよね、うん、ただほら1年で5キロぐらい落とせばいいわけやな、ね、っていうのがあって何年かかって落とすもうその2、3ヶ月で10キロ落としましたね。そんなの落としたもんボクサーじゃないよ。ボクサーのほら、ね、うん、なんとか急に合格せない関係んあれとか言うんじゃなくてね、そんなんじゃないけど、ね、ただもうその分必ず他のところにほら、ね、肌とかなんかとかに来るけんね、うんうん、そうそうあの、うん、いやあのいや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 あのだってほらいやほらこんな風よだけ今ああやだだだだだだ雨が降るそうそうそうだって今ねちょっと私はね右の膝に、ね、体重がかけられないのかなんか情けない状況になっております。いやいやいや私も本当に気をつけよう。うん、そうそう。だけど若いうちからそれこそ習慣作っとかんと、はい、うん、私たちぐらいの年になったらね、もうだけ車椅子になってなんとかかんとかとかでね、やっぱね。そうですよね。うん、そうそうそう。うん、頑張ってください。ありがとうございます。孫は優しい。はい、ありがとうございます。すいません。